するしない。はい、おはようございます。おはようございます。最高位戦日本プロ麻雀協会の河野直哉です。最高位戦日本プロ麻雀協会中里春奈です。朝早い。朝早い。眠い。大丈夫。でも顔が寝てるもんね。顔がやばいもん。まあでも元気にやっていきましょう。はい。さあ本日はというと。というと。まさかの車内からと。旅行。ニュースタート。旅行。旅行の可能性ある。温泉行きたい。温泉に帰る？じゃあもう行く。温泉行きたい。ダメだ、それはダメだ。うちの主のね、いる場所に行かなきゃいけないということで。ということで。今日は。はい。これから長野に行きまーす。長野。長野行きまーす。ってことは、愛ちゃんに会いに行くんだね。そうです。イエイ。ひなたんに。イエイイエイ。今日は会いに行こうと。なんせ僕たちもね、会うのも久々ということで。そうなのよ。まあ楽しみではありますが、うん、まあ安全運転でね、安全しっかりまず着くことが大事ということで。運転大丈夫？任しといて顔見てよ。心配。めっちゃ心配。私やろうか？いやもっと心配。ペーパーゴールドだよ。結構前に話聞いたんだけど、はるちゃん運転してよなんて言ったらね、私ペーパーゴールドだからなんつってね言ってたからね。サイドブレーキ引いたままアクセルやったよ、こうやって。あ、危ないわ。うーんって言ってた。高速でそれやったら終わるからね。ということで、今から出発いたします。イエイ。あの首都高の、なんだっけ、カーブの時のあの矢印がいっぱい並んでるのが怖いの。あ、でもそれ逆じゃないかな。え、逆って何？今回ほら首都高から中央道に行くから、うん、逆なのよ、多分そのカーブがいっぱいあるのは。あ、そうなの？よかった。おそらくね、380、一般だね。ヘイヘイシリー、出発出発、首都高。首都高高速はね、好きよ。まっすぐだから。止まないからね。まっすぐだから、うん。ウィンウィンしないから。あんまり朝早く運転することはないからね。世の人たちはみんな朝運転して仕事に行ってるだよ。そう、でも昔さ、自分の車が持ってた時にさ、毎朝仕事車で行っててさ、もう車がないと生きていけないと思ってたんだけど、やっぱ、その東京都心に住むとさ、車があることの方が不便だもんね、今。そうでしょ。そう、なんか車で動くことの方が不便だよね、こっちだと。駐車場探さなきゃいけないし。そう、駐車料金もまた高いじゃないね。こっちはやばいよね。それがあるからさ、群馬なんて野原に止めとけばいいわけだから全然平気よ。野原って野原、野原、あんま聞いたことないね。原っぱとか砂利とかがいっぱいあるから、その辺で OK。愛ちゃん元気してるかな。ねえ、ママの顔になってんのかな。なってるでしょうね。なんかママの顔になるよね、みんなね。ママ子供産むとママの顔ってなんだかちょっとなるでしょうねって言ったけど、だってお母さんの顔なってるじゃん。なんか最近で言うと大崎さんとか。ああ、まあそうね。石谷さんとか。ああ、でも顔が違くなるよ。そう考えると、うちの妻もですね、はいはい、なんか母の顔になったなって思った瞬間はあった気がするな。顔変わったなって思った瞬間あるな。やっぱね、違くなるのよ。でも愛子が母ってなんか想像つかないよね。つかない、まだつかないもんね。ねえ、全然。だから生まれてすぐ会ったけど、なんか何を抱いてるんだろうって思ったもんね。人形じゃねえよ。なんか変な感じだった。愛子自身がまだね、子供みたいなもんだもんね。うん、キャッキャキャッキャしてね。ね。でもね、そうやって人間成長していくんだよね。そういうこと？母になって。母になるっていうことはそういうことなのよ。私まだ成長してないね、それじゃね。はるちゃんはだってもう成長じゃん。成長したじゃん、もう。終わってるから。終わったの？そう。産まなくてもいいの？いや、産んだら、いいお母さんになるんじゃない？そうでしょ？お母さん気質じゃない、もう。すごい言われるんだよね。そうそう、だから、いや、愛子みたいなのはお母さん気質じゃないからさ。おうおうおう、成長したなってなるけどさ、はるちゃんみたいなお母さん気質の人はさ、お母さんだなってなるだけなのよね。だからいいのよ、逆に。ほんと？いいのか？いいんじゃない？いいのか？うん、ちょっとよく分かんなくなってきちゃったけど。いいかどうかも分かんないけど。あ、そうだ、俺みたいなのがお父さんにはまだなれなかったんじゃないかって思うところが、最近お父さんになってきたなっていうのが、はい、はいはい、あるわけよ。確かにそれはあるかもしれない。そう、この前さ、最高位戦の A リーグの放送がね、アベマであってさ、コメントを見させていただいてたのね。はい。で、ありがたいことに、まあ、僕の名前もちらほらね、コメントの中にあったんだけど、あった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 、1個、
河野は、うん、YouTube 動画すごい頑張ってるけど、うん、日向が戻ってきたら、うん、すぐにゴミにされるみたいな感じで書いてあったよねいない間頑張ってるけどみたいな。あ、いない間この場なんかするしない支えてるけど、そう、日向が戻ってきたら、うん、すぐおじゃんみたいな感じだったんだよ俺が一番思ってるわと思って的確すぎるコメントしてくるなと思っていや、河野さんいいからみたいな。そうそうそうでも、あの、頑張ってるっていうことを認めてくれてるだけありがたいなと思った次第よ。頑張ってるよね、本当頑張ってるよね。頑張ってんのかな、頑張ってるんじゃないのかな。今は楽しくね、やらせていただいてるし、ね、そう、この前電車の中でさ、うん、あれ YouTube 出てる人ですよねって言われたのって言われる夢見たの夢そう、夢見たのよ。だから、もしかして実現するんじゃないかなと思ってじゃあなんか声かけてもらおうね。そうそう、声かけ、あ、ブルーの人ですよねみたいな、そうっていう夢見たから。え、でももう3万人いるから、もしかしたら本当にあるよ。あ、でも一人だ、話しかけづらいオーラ出してるんだよね。私もだわ。あ、そこで AT フィールドやっぱ張るもんね。張るよ。いや、それが良くないんだろうね。いや、だって公共の場ですもん、 AT フィールド張るべ。そうそう、確かに。っていうかさ、はるちゃんはさ、なんでこの YouTube するしないのメンバーになったの？俺その話知らないんだよね。え、なんでだっけ。なんか、うん、本当に愛ちゃんからね、はるちゃん何色好きって来た、うんうん、え、普通に色は答えるよね。何、何色かなって言って、で、あいこ黄色な、黄色は、あいこがピンクなんだけどって言われて、うん、うん、まあピンクだろうなと思ってて、うん、はるちゃん、こう、あいこと一緒にいるのに何色がいいと思うって言われて、ピンクに合う、私が好きそうな、うん、黄色みたいなって言ったら、うん、なんか次の撮影のと、撮影って、あの、なんか多分一番最初は多分お花見とかだった気がするんだけど、お花見、あの、マグネットの皆さんとお花見女子会麻雀しようぜみたいなやつだったんですよね。で、そこで、あの、黄色いつなぎがご用意されてまして、はい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 、はい、ちゃん着替えてみたいな。あ、似てるね、あいこのモノマネちょいちょい似てるよね。そうでしょ、うん、すごい一緒にいるからね。そうよね、あいちゃん着替えてって言われて、うん、んっつって、はいはいって言って着替えて、そっから黄色つなぎですよ。え、そっからお前メンバーになんかメンバーなんなよとかじゃなくてってこと？なんかメンバーなんなよ、なんか動画出てくんないみたいな、え、え、いいよいいよみたいな、そういう感じだった。あ、でもうなんかするしないメンバーにぜひみたいな、そういうなんか堅苦しいのは一切なかった。あ、勝手に決まったってこと？そのままもう、あ、じゃあこの日収録ねみたいな、撮影ねみたいな感じ。この日撮影があって動画撮るんだけど、はるちゃん来てみたいな、そういう感じ。あ、分かったみたいな。今もずっとそんな感じ？え、なんかそんな感じな気がするね。すごいねそれ。え、そう？てかむしろメンバーなの？逆に。え、違うの？正式加入してんのそれ？今さら？マジで？すごいメンバーだと思ってた。だって発表とかあったの？発表ないと思う。え、なんで私黄色いつなぎでいるんだっけ？新メンバー入りましたとかないってことでしょ？うん。私ほら新メンバーのやつあったじゃない。あったね、そうそう、なんちゃらビーンズ。あ、まあ、それいいよいいよ、もう置いといてそれ置いといてだから私はもう新メンバー加入の一人になったわけじゃない。なってた。え、ドッポリオンはあった？ドッポリオンもあったんじゃないかな。ドッポリオンは最高位に入る時の記者会見みたいなのやってたね。グリーンになりましたみたいなのあったっけなと思って。ない。俺だけメンバーなんじゃない気づいちゃったけど俺だけなんか紹介あった、ね、あったよね。ってことはあれだ、うん、俺だけ紹介しないとみんなに伝わらないと思ってるってことだなそっちだな絶対。そういうことか。舐めやがってちなみに、うん、これまたみんなはるちゃんも知らないかもしれないけど、うん、私がね、うん、このスルシナのメンバーになった経緯っていろいろあって、うん、いろいろあってというか、うん、まあ、一回ね、うん、興味あるかどうかわかんないけど話していい？うん、うん、いいよあの一回愛子にリーグ戦の時にね、リーグ戦が同じだったのね、うん、河野さんちょっと、うん、YouTube、うん、私今やってるんだけどみたいな、うん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 、で、あ、オファー来るなと思ってたの俺もね、うん、
愛子ともまあ実況解説仲良くさせてもらったし、そう、ねうん、まあまあ人そうそう出るなと思って、うんうん、匠になるなと思ったの、うんうんうん、あ匠かと思ったのね、うん、そしたらまあまあいいよいいよいいよ匠かって言ったのね、うん、はって言われたわけですよこのさ匠出れると思いますって言われた先輩よ私いや実はすごいよねそう言われるの。すごい。いや実は河野さんには、うん、河野さん麻雀プロのモノマネ得意じゃないですかって言われて、うん、麻雀プロのモノマネやってほしいんですよねって言われて、うん、震えたもんね。リーグ戦始まる前だからね。始まる前に言われたの。すごい。俺匠だと思って出るよって言ってその後モノマネになったから震えが止まんなくて、うん、その日120負けたよね関係ないけど120負けたよね。でその1回ね、うん、その放送あの収録の日があった時に、うん、なんか俺もメンバーになりたいなっていう話をしたのね。おお YouTube 出たいなって、うんうん、今回はあの愛子からじゃなくて実は、うん、あその単発だったんだけど、うん、実は俺から愛子に、うん、俺どう新メンバーとしてみたいな志願したの。そう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 だったんだ。志願したのよ実は、ねみんなこれ知らないと思うけど、うんうんうん、で志願して愛子が、うん、上に掛け合っていただいて、うんうん、この人どうですかみたいな感じで、へーまあ河野かまあドシブねみたいな感じだと思うんだよねおそらく他まあやりたそうなやついないしまあドシブねみたいな感じだと思うんだけど、でそっからあの動画に至るっていう感じなのよね。だからオファーとか ないしはるちゃんの話がちょっと羨ましかったもんね。いやーなんかほら愛ちゃんと一緒にこういっぱい喋ってあげられるっていう位置づけ、まあそうねうん、なんかでももう愛ちゃんと二人でいると本当になんか喫茶店で喋ってるのと変わらないよね。そこにただカメラがあるだけみたいな、おそんな感じになるのよ。はるちゃんは聞き上手だもん。あそれはあるかもしれない。そうそう聞き手じゃん、うん、えドッポさんも聞き手とどっちもできる人なんだよね。そうね、うん、ドッポリオンはそうか。愛子からしたらそういう人たちって貴重なのよ、うん喋ってるからね。そうそう。いや俺からしても、うん、はるちゃんはすごい貴重よね。あ、そう。でもしもこの社内に、うん、愛子がいたとしたら、うん、はるちゃんとも喋ってないと思う。喋ってないね。確かに。喋ってね、はるちゃんでそうだねって言ってだけだと思うんだよね。そうそうそうきっと。確かに愛ちゃんと河野さんが喋りまくっててで。なんかわってぶつかった時にえ違うよねはるちゃんみたいな感じで言われてそう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 、うん、違うねって言ってだいたいはるちゃんはピンクの味方だからそうとりあえずアイコの肩持ってきゃいいやから出すからもちろんです。それで喧嘩だって終わるだからね俺とアイコがね仲良くなるっての結構異例なんだよね。そうだね結構ぶつかるしやっぱり、うん、いろんな仕事の話でもここはこうした方がいいってぶつかることもあるし、うん、特に運動会の時は、うん、本当に多分いなくなればいいのにこの人ってあいつはずっと思ってたと思うんだよね今オブラートに包んだけどってぐらい綺麗だよねずっと毎日のように俺はずっとわがままで俺はこうしたいって言ったけど、それが本当に放送として面白いと思ってんのかお前っていうのを何度も言われてたから、あ本当にこいつとは馬が合わないなと思いながら仕事してたもんね。でも多分あいこのがそう思ってたんだろうなと思って、うん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 、そういえばさはるちゃんさ、うん、なんか新しく番組でやってるでしょう。あ、そうなの。今ね、ちょっと言っていいのかしら。小林剛さんと、おうおう、はい、あの初心者用の動画撮ってて、あの麻雀1からっていうかゼロからついに先生としての仕事が世に出るってことだ。そうなのよ。もう本当にいつもこうまあゼロからのご年配の方を教えてたりするんだけど、うん、それを YouTube に持っていこうぜってなって。いいね。いやでもねほんと難しいんだわ。うん、あとそれを見てくれる人たちが果たしてどれだけいるのか難しいね。そうなの。もうねなんか喋んなきゃいけないこともいっぱいあるし、うん、どう伝えるこうなんか伝え方とかいうのもあるし、うん、なんかなんだろうね、いやほんと難しい難しいけどすごい頑張って試行錯誤してあの作り上げてるんでちょっと楽しみにしててほしいなと思う。で郷さんとの AT フィールドがね今ちょっと半枚ぐらいだけ外れてるから、それぐらいにしてよ超えないでよ。半枚や半枚それだけで超えんのやめて。いやさすがにねちょっとね難しいね。
どっち AT フィールド。あ、そっち外すの。ゴーさんも AT フィールド貼ってるじゃない。貼ってるじゃん。でお互い貼ってるから本当に全然剥がれないの。あー、じゃあよかったよかった。そうなのよ。いやもうね、バリバリ貼ってるよあそこでは。ゴーさんってやっぱカラオケ行かないとね、 AT フィールドなかなか剥がれないから。いや私行ってるのよ。じゃあ相当だねそれは。もう2人とも貼りすぎだよ。行ってるけど剥がれない。それは良くない。でもさ、ほらゴーさんは歌うけど私歌わないじゃん。けどゴーさん気にしてないでしょそれ。そう、全然気にしてないけど、多分一緒に歌ったりとかしたらもうちょっとなんかこう外れたりするのかななんて思ったりとか。え、でもあれでしょ、ナオヤさんも撮ってるでしょ。なんかそう、私もね、なんと番組2つやらせてもらってるんですよ。ブルー、まあ、M リーグの、ルール説明のやつ、今もう動画上がっていると思うけど、上がってるね。まあそれもやらせてもらって、あとね、まあ多分これがもう動画上がるときにはもうやってると思うんですけど、ドッポさんと一緒に、ドッポリオンと一緒に至極の一曲というね、ほう、まああの配信対局が最近多くなったんで、なかなかね、パッてすぐ流れちゃうんじゃなくて、うちらが見て、あ、これすごいなっていうのをちゃんと解説付きで、その人のこれがすごかった、その人たちのこの一曲がすごかったっていうのを、どん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 見つけて探し出していこうかなと。掘ってくのね。掘ってく掘ってく。確かに生放送とかあれだとさーってすごくても、もうだってそれずっと掘ってられないもんね。そう、次に行っちゃうからさ、なんか何がどうすごかったかっていうのを知りたいよね。そう、なかなか言えないじゃない。言えない。解説やっててもパッてその瞬間言うけど、次に行かないと視聴者も話長いよってなるわけ、うん、なるなるなる。いや、いいと思う。てて、すごいと思う。いやでもね、これはまたね、ほんと喋り好きな2人が揃っちゃってるから。あ、長い長いそのなんならもっと喋れるけど、止めに入られちゃうんだよね。あ、もういいですみたいな感じ取れ高は大丈夫ですみたいな。取れ高は大丈夫ですみたいな。むしろ取れ高なのか分かんないぐらい談笑が繰り広げられてるから、でもいいじゃん。なんかやっぱり最高位戦の人とかってほんとその1曲だけで1日飲めるじゃん、うんうんうん、そうそう、それをよく言うよね。ね、ほんとにいいとこだなと思ってんの。そればっかだもんね、麻雀の飲み会行ってもさ、この曲どうだったってさ、本当にあの三品がさとかさ、もうあの時のあの老僧がさみたいなやつでさ、ずーっと飲めるじゃん。でもやっぱこの前さ、解説実況はるちゃんとも一緒にやったけどさ、その後の飲み会でいるとさ、うちでも見てるから話に入れるからいいよね。そうなのよね。それだとね、そう、なんかその後みんなで合流して今日のさみたいな、リーグ戦終わりとかはさ、その4人しか分かんないけどさ、そうなの、8人ぐらいやるともっと盛り上がるもんね、いいよね、そうよ。ということで着きました。イエーイ長野に着いちゃう長野じゃないよ、とりあえず休憩ね